こんにちは。はじめましてという人もいるのかな。僕の名はカンパネルラ。道化師とか執行者のナンバーゼロなんて呼ぶ人もいる。まあ好きに呼んでくれていいよ。今日はみんなに一つお話をしに来たんだ。僕は道化師だから、本来は巧みな芸で拍手喝采を浴びたいところだけど、まあそれはまたの機会に。リベール王国を中心に巻き起こった大事件、異変なんて呼ばれる例の事件、みんな当然知ってるよね。それを僕たち結社の側から語ってみよう。こういう趣旨さね。ちょっと面白そうでしょ。では早速皆様をめくるめく狂乱と陰謀が渦巻く世界へご案内。ドラマ CD 空の軌跡、ウロボロスレポート。事の発端は黒いオーブメントだった。もうみんな忘れちゃってるかな。知らねえ。こっちの黒いオーブメントは一体何なのかな。形状から言って一般的な用途に使われるものじゃなさそうね。魔法オーブメントあたりに少し雰囲気は似てるけど。いや、それとも違うな。これはひょっとしたらアーティファクトかもしれないね。アーティファクト？オリビエ、何それ。現在作られているオーブメントの原型となった古代文明の動力器のことさ。たまに遺跡から発見されて教会に保管されることが多い。ま、いわば骨董品だね。でもこれはそんなに古いものじゃないですよね。確かにヨシア君の言う通りだ。訳ありな品であるのはどうやら間違いなさそうだね。この黒いオーブメントこそ我々がゴスペルと呼ぶ大事な大事なアイテムだったってわけさ。さて、彼らがゴスペルを手にしたのと同時期に結社から一人の人間が接触を始めた。そう、今回の事件の首謀者たるワイスマンさ。もっともこの頃はアルバ教授と名乗っていたけどね。エステルさんはセプトテリオンという言葉を聞いたことがありますか。それって昔話に出てくる七つの宝物よね。古代人が天から授かったという力を秘めた七の秘宝のことです。彼らはこの秘宝の力を借りて海と大地と天空を支配したそうです。それどころか生命や時間の神秘すら解き明かしたとも伝えられています。ですが古代文明の崩壊とともにセプトテリオンは失われました。その七秘宝の一つがこのリベールに眠っているという伝承があるんです。その名もオーリオール。オーリオール、なんか不思議な響きの言葉ね。輝く輪という意味です。その伝承が本当ならばリベール最古の遺跡であるこの塔に何か手がかりがあると睨みましてね。そう、ワイスマンはこの輝く輪を入手するために奔走していたわけだね。翡翠の塔や紅蓮の塔を調査し、計画の下準備を着々と進めていた。地防にかけては結社随一の彼のことだから、当然下準備も上々っと。いや、すごいよね。そしてもう一つ、ワイスマンは目くらましのために大きな花火の準備もしていた。リベール王国でのクーデター事件さ。そのために実行部隊として派遣されたのがロランス少尉、またの名をレーベ。君たちもよく知る人物だよ。おばあ様、大丈夫ですか。助けに来ました、女王様。クローディア、それにエステルさんも。
ようやく来たか。待ちくたびれてしまったぞ。え、ロランス少尉、どうしてこんなところに。俺の任務は女王陛下の身柄確保だ。ここにいても不思議ではあるまい。とはいえ、このクーデターはあくまで目くらまし。失敗しても何にも問題はなかったんだ。ワイスマンも人が悪いや。彼の本当の目的は王都グランセルの地下にある輝く輪へのアクセス手段を得ること、それだけだったのさ。そのためにリシャール大佐は利用されてクーデターまで起こしちゃったわけ。傑作だよね。ワイスマンに記憶をいじられてるのに、そのことを見て見ぬふりをしてまで輝く輪を手に入れようなんてさ。あ、ちなみに僕はというと、この頃は帝国で遊撃士ギルドを襲わせたりしてた。地味な仕事だったよ。それでもあの人、カシウス・ブライトを少しだけ足止めできたけど。さて、ここまではリハーサルみたいなものさ。ここからいよいよ本番の復員計画がスタートするわけ。ゾクゾクしてきたかい？まずは計画の第一段階、ゴスペルの実験を執行者の面々が行う。これには4人の執行者が関わったんだ。まず最初は執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン。一体どうしてこんなことをしでかしたのよ。見くらう蛇って一体何を企んでいるわけ？それは私が話すことではない。私が今回の計画を手伝う理由はただ一つ、クローディア姫、あなたと相まみえたかったからだ。え？ダルモア市長逮捕の時に見せたあなたの気高き美しさ、それを我が物にするために私は今回の計画に協力したのだ。あれから数ヶ月、この機会を待ち焦がれていたよ。怪盗とは、すなわち美の崇拝者、気高き者に惹かれずにはいられない。姫、あなたはその気高さで私の心を盗んでしまったのだよ。他ならぬ怪盗である私の心をね。おお、なんという甘やかなる屈辱。いかにしてあなたはその罪をあがなうおつもりなのか。そんなことを言われても困ります。この酔った口調、誰かさんにそっくりかもね。しけな、一緒にしないでくれたまえ。いきなり変わり者が出たなって。実は僕もそう思う。続いては執行者ナンバー8、野生狼バルター。こいつは結社で開発された七葉脈に干渉するための杭でな、本来真下にある七葉脈を活性化させるだけの装置なんだが、ゴスペルをつけることで広範囲に影響を及ぼして局地的な地震を起こすことができた。まあそんな実験をしてたってわけだ。本当は建物が崩れるくらいド派手なのをぶちかましたかったんだが、そこまでの力は出せなかったな。そんな、建物が崩れたりしたら住んでる人はどうなるのよ。だからいいんだよ。瓦礫に手足を潰されて豚のように泣き叫ぶやつもいるだろうし、脳みそと腹綿ぶちまけてくたばるやつもいるだろう。よかったらジョーちゃんもそんな目に遭ってみるかい。こいつ。そう怖い顔するなって。俺はな、潤いのある人生には適度なスパイスが必要だと思うのさ。いわゆる手に汗握るスリルとサスペンスってやつだ。いつ自分が死ぬともわからない、そんなギリギリのところに自分を置く。どうだ、ゾクゾクしてこねえか。うんうん、わかるよね、ゾクゾクする感じ。あれ、
みんなはあんまりピンときてないみたいだけど。さて、次は執行書ナンバー6、幻惑の鈴、ルシオラ。シェラザード、あなたは気づいていたみたいね。鈴を使った現実、姉さんのお箱だったから。ロレントで発生していた霧も現実とか言わないでしょうね。まさか。あれは今回の実験のためゴスペルが起こした現象よ。人々の夢に干渉するための触媒といったところかしらね。触媒？まさかゴスペルというのは人の精神にも干渉するの？そうみたいね。私の鈴はあくまで誘導、現実とは比べ物にならないリアルな夢を構築するわ。苦しみも悲しみもない、ただひたすら幸せな夢を。それじゃあさっき私たちが見ていた夢も？ねえルシオラさん、どうして結社ってこんなことばかりするわけ？こんな実験を繰り返して何をしようとしているの？私はただの執行者、使徒の手足として動くもの。その意味では今回の計画の手伝いをしているに過ぎないわ。あと一人は君たちもよく知っているよね。執行者ナンバー15、殲滅天使レン。彼女もなかなか面白いよね。イノシシみたいな飛行艇は全部振り切れたわね。ありがとう、アテルマテル。よく帰ったな、レン。レイビーたった今言われた通りちゃんと実験してきたわ。あ、ご苦労だった。しかし随分と派手にやったものだな。だって今回は人を殺しちゃダメって言われたんですもの。つまんないからせめて賑やかにさせてもらったの。おかげでとっても楽しいお茶会が開けたわ。そうか、実験の結果はどうだった？そうね、悪くないんじゃないかしら。教会のお兄さんの裏技に邪魔されちゃったけど、動作も安定していたし十分実践で使えると思うわ。うん、そうか。でもゴスペルって量産はできないんでしょ？兵器として使えるかどうかはちょっと微妙だと思うんだけど。量産する必要はないからな。今回の実験にしてもあくまで新型のゴスペルの潜在能力を測るのが目的だ。別に兵器を作ることが目的というわけじゃない。まあそうなの。まあいいわ、あんまり興味はないしね。ねえ、それよりヨシアはまだ見つからないの？ああ、学ラン用に放たれた人形がすでに何体もやられたそうだ。おそらくあいつの仕業だろう。さすがね。でもかくれんぼは上手だけどヨシアにはかなわないし。ああつまんない。どうして意地を張って結社に帰ってこないのかしら。さてな。こうして彼ら執行者はゴスペルを使ってさまざまな実験をしていたんだけど、勇敢なる遊撃士たちの活躍によって阻止されちゃった。ま、別にいいんだけどね。目的はそこじゃないし。そして最後はなんと教授自らが出陣と。働き者だよね。しかも実験台としたのがあの古竜レグナート。まさに神をも恐れぬ行為とはこのことだね。漆黒の働きを私につけたのはあの銀の剣士ではない、教授と呼ばれていた得体の知れぬ力を持つ男だ。え？銀の剣士は教授の手伝いとしてここに現れた。そして私が暴走してからは被害が大きくなりすぎぬようさまざまな手を尽くしたのだ。彼が暴走を抑えなければ
私は町や村を破壊し尽くすまで止まらなかったに違いない。嘘、レーベさんがそんなことを。そして教授の目的はただ一つ、あの働きが私に効くかどうかを見て完成度を確かめたかったのだろう。輝く輪の福音としてのな。ちょっと待って、もしかして輝く輪がどういうものか知ってるの？それはどこにもないが、確かにこの地にあるものだ。無限の力と英知とともに絶望を与える存在でもある。それを前にした時、人は答えを出さなくてはならぬ。さて、いよいよ本格的に福音計画は実行に移される。輝く輪とは一体何なのか、答えを出さなくてはいけないという意味は一体、ついにそのベールを脱ぐ。まるで巨大な眉じゃないか。まさかあれが、間違いない。輝くはオーリオールっちゅうことか。おお、これはマジかよ。素敵ね。確かにこれはすごいや。教授がもったいぶってたのも納得だ。お気に召したようで何よりだ。輝く輪は長きにわたって異次元に封印されていた。だが端末たる福音があればこちらの次元にも干渉できる。問題はレプリカの精度がどこまで上げられるかだったのだ。そして幾度もの実験を経て真なる福音は完成した。輪はそれらを通じて己をつなぐ杭を引き抜き、そして今暗き深淵よりよみがえった。その通り、諸君の働きのおかげで第三段階は無事完了した。これより福音計画は最終段階へと移行する。そう、輝く輪とは巨大浮遊都市だったのさ。そしてその力は動力停止現象、あらゆる動力が止まり、リベール各地は大混乱。さらにさらに執行士たちが王都に降り立ったから、さあ大変。彼らが狙うは女王アリシア陛下。さて、それでは始めるとしよう。ったく、牽制がいればちった楽しめたものを、銃が撃てない兵士なんざ肩ならしにもならねえぜ。いいじゃない、デクノボーさんたちを倒しながら歩いていくのも楽しいと思うわ。ではアテルマテルは呼ばないようにしておきなさい。みんなあっという間に逃げてしまうでしょうから。あら、つまんないわね。せっかくあの綺麗なお城をこんなぐなにできると思ったのに。壊れゆく美か、それもまた悪くなさそうだ。貴様ら、ミクラウヘビ、なれ、この状況で飛行艇を使うとは。お初にお目にかかる。我が名は怪盗紳士ブルブラン。痩せ狼バルターだ、せいぜいあがいてもらうぜ。幻惑の鈴、ルシオラ。短い間ではあるけど、どうかお見知りおきを。殲滅天使、レインよ。みんなどんな声で泣いてくれるのかしら。名乗りとは悠長なことを。総員構え、突撃！ラジャー！
ゆっくりお眠りなさい。ちこちっと耐えてみろよ。おら、のんびり屋さんたちね。嘘だろ、兵士たちがあっという間に。所詮この世は夢幻。せめて見せてやる、地獄のように甘美な悪夢を。一体何。雑魚が。まあちょっともろすぎるわ。贅沢は言わないの。まあ女王陛下の親衛隊ならば少しは楽しめるのではないかしら。うん、そう願いたいものだな。さて、我らはこれよりグランセル城に向かう。諸君は予定通りグランセル市街を制圧せよ。いや、そしてそして彼らはアリシア女王のもとへとたどり着く。それを阻もうとする遊撃士たちと正面対決。ほう、君たちか。クローゼ女王様、エステルさん、ヨシアさん、皆さんよく来てくださいましたね。くそ、間に合わなかったか。 あんたたち一体どういうつもりなの。クローゼたちを離しなさいよ。それはダメよ、だって教授に個人的に頼まれちゃったんですもの。教授に個人的ということは復員計画には関係ないのか。そうみたいね。思ってた以上にみんなの元気がいいからいろいろ試したくなったんです。元気がいいって。各地の通信機能を部分的に回復させたそうね。動力停止現象という混乱の中、秩序を回復しようとはあがき続ける。そんな姿をもっと見るためにさらなる試練を与えたいのだそうよ。そしてその試練とは皆が敬愛する王族型の柔軟。さぞかし市民は絶望に囚われることだろう。ふざけんじゃないわよ。そんなことのために王都を襲わせたっていうの。あの人らしい。確かに悪趣味だとは思うぜ。ただ浮遊都市の制圧がレーベ一人に任せられてな、暇になったから引き受けたってわけだ。バルター、貴様。話は分かりました。ならば私一人を旅衆にすれば済むことでしょう。どうかクローディアは解放していただけませんか。いけません、おばあさま、囚われるならば私だ。うん、確かに教授の注文はどちらか一人だったはず。さてさて、いかがしたものか。あら、確かあなたは姫殿下にご就寝ではないの。カゴの中の鳥にはいまいち魅力を感じなくてね。まあ、囚われていてもなお輝く気品を見てみたい気もするな。あんたたち、いい加減にしなさいよね。そんなこと絶対にさせないんだから。笑わせるな。仮に人質がいなかったとしても俺たち全員に勝てると思うのか。今度会った時にはまとめて殺してあげるって約束したわよね。ちょうどいい機会だし、どこで殺しちゃおうかしら。抑えて、エステル。彼らの言う通り、戦力差はどうしようもない。正気を伺うしかない。でも無駄だ、ヨシュ。あるいは君の怨業ならば我らの隙をつけただろう。そうして姿を見せた状態では私たちの隙をつくのは不可能よ、いくら漆黒の牙でもね。そうだね。でも隙をつくのは僕がする必要もなさそうだ。何は？た！
やあ、みんなご苦労だったね。陛下、姫殿下、遅くなって申し訳ありませんでした。シード中佐、よく来てくれました。ほう、天性に連なるもの。惜しかったわね。あともうちょっとで蓮たちの隙が作れたの。ああ、正直ショックだよ。まさか今の打ち込みが弾かれてしまうとはね。いいね、せっかくだから俺たちとこのまま遊んでいくかよ。いや、遠慮しておこう。自分はあくまでおとりに過ぎないからね。何？はっ！はっ！はっ！隙あり！こんなものか。ジーク、それにあなたは。なんとまあ。リシャール大佐。久しぶりだ、エステル君。だが今の私は階級を剥奪された服役中の黒字犯に過ぎない。大佐と呼ぶのはやめてくれたまえ。やめてくれたまえって。リシャール殿、お久しぶりですね。陛下と姫殿下も双剣僧で何よりです。すでにカシウス准将から話を聞いておられるとは思いますが、どうか一時の間この逆賊にオンミラを守らせていただけますよ。もちろんです。よろしくお願いしますね。ありがたき幸せ。もう何が何だか僕たちが知らない間に事態が動いていたみたいだね。剣聖を継ぐ二人、それに漆黒の牙と腕利きの遊撃士たちか。少し遊びすぎたかしら。こちらとしては助かったがね。ちなみに市外の方もすでに手は打たせてもらったよ。え、すでに特務隊が強化両兵の掃討作戦を開始している。王都の治安を取り戻すのは時間の問題だ。さてどうする、見食らう蛇の処分。この後に及んで我々とやり合うつもりはあるかな。気に入らないわ。だったらパテルマテルを呼んで。やめたまえ、レン。我らは機を逃したのだ。これ以上こだわるのはいささか美しくなかろう。女王陛下と姫殿下の確保も可能ならばという条件。二人ともここは引きましょう。仕方ねえな。何これ。花吹雪だと。それでは諸君、我々はこれで失礼しよう。だが次なる試練はすでに君たちの前に控えている。気を抜かぬようにした。次なる試練な、何よそれ。すぐにわかるでしょう。それでは皆さんごきげんよう。消えた。引いてくれたか。こうして残念ながらアリシア女王奪取作戦は失敗。まあ面白かったから見てた僕は大満足だったけどね。さてこれで終わりかと思ったら、彼らの苦難はまだ続く。なんとエレボニア帝国の戦車部隊が国境近くに出現。これは帝国の宰相殿が頑張ってくれたおかげだね。ま、この後カシウスとオリバルト王子の画策によってそれもパーになっちゃったけど。そしてアルセイユに乗った遊撃士たちはリベルアークに向かい、執行士たちと対決の時を迎える。よもや私の仮面にヒビを入れようとは。どう、思い知った？砕け散ったのはあなたの傲慢だったみたいだね。絆が生み出す希望の強さ、分かっていただけましたか？そして希望の灯火を燃やし続ける愛の偉大さ、思い知っただろう。
よかろう。今回はおとなしく引いておく。だが忘れるな、諸君はこの私に勝った。この先に立ち塞がる絶望の壁を必ず乗り越えて進むがいい。それさらばだ。バルター、構えろ。ああ、老師とあんたから学び、遊撃士家業の中で磨いてきたタイトの全てをこの拳に乗せる。そして修羅となり闇に落ちた不甲斐ない兄弟子に喝を入れてやる。多分それがあんたの弟弟子として俺ができる最後の役目のはずだ。ずいぶん服じゃねえか。だったら俺は結社で磨いた秘技の全てを拳に込めてやる。タイトの全てを葬るためにな。すごい。このままだと片方は。仕方ねえやつだ。これだけの君夫を宝の持ち腐れにしてたとはな。ジジイの言うことがようやく分かったぜ。本当にタバコがうめえ。もしかして、ジンさんの勝ちみたいだね。やったー！まさかこのとんでもない男に真剣勝負で勝っちゃうなんて。いや、勝てたのは俺がタイトリーを背負っていたからに過ぎんさ。もしバルターがタイトの正当な使い手としてこの勝負に臨んでいたら、倒れていたのは多分俺の方だっただろう。姉さん、一つだけ訂正させて。私は姉さんを恨むことなんてできないわ。私の元を去ったことも、座長を殺めてしまったことも、ただどうしようもなく悲しいだけよ。知らねえ、シェラザード。それにやっぱり信じられない。姉さんが座長を殺めてしまっただなんて、私たちのことを思って辛い選択をした座長のことを。さすがにごまかせなかった。あの人を説得しようとして、それでも決意が固いと知ったとき、私はずっと秘めてきた思いをあの人に打ち明けてしまっていた。姉さんが座長のことを。そうだったんだ。親子ほども離れていたから想像できなかったでしょうね。そしてそれはあの人にとっても同じだった。娘のように大切に思っているけど、思いに応えることなど考えられない。一時の感情に流されず、ふさわしい相手を見つけるといい、そう諭すように拒まれたわ。拒まれたこともショックだったけど、私はそれ以上に怖くなってしまった。あの人が本当の意味で私から離れていってしまう可能性を、そう悟った瞬間、私の奥底で何かが弾けていた。離れていかないように永遠に私のものにするために、
あの人をこの手にかけていた。ルシオラ姉さん、自分の中に潜んでいた闇に気づいたのはその時から。私はその闇に導かれるように見くらう蛇の誘いに応じて、いつの間にかこんなところまで流れてきてしまった。そろそろ潮時かもしれない。にすることにするわ。今はあんたの方が大事だからね。ミロ、エステルなんてレンのこと何も知らないくせにどうしてそんなに構ってくるのよ。決まってるじゃない。私がレンのこと好きだからよ。好きだからこそ私はレンにやっておかなきゃならないことがある。悪いけど、軽く行かせてもらうわよ。悪いことをしたら、撃たれるのは当たり前よ。じゃないと、他の人の痛みが感じられなくなっちゃうからね。私も小さい頃は、父さんに散々原稿もらったんだから。してるもん。やめてくれなかった。レンにひどいことをした。あの人たちと同じ。同じかどうかはレンが自分で考えてみて。どう？本当にそう思う？これならどう？私はレンをぎゅっと抱きしめた。私は何も言わない。レンが自分の心で感じるままに判断しなさい。頭がもやもやして、なんだかよくわかんない。あの殲滅天使の心を解きほぐすとは、さすがに剣聖の娘といったところだね。でも彼女の闇は底なしに深いこと分かっているのかな。とまあ、ついに遊撃士たちはワイスマンのところまでたどり着いたわけだ。ではいよいよ彼に輝く輪誕生の秘密を語ってもらおうか。数千年前、女神は人に七の至宝を授けた。それらは世界の可能性をそれぞれ異なる方法で利用することで奇跡を起こすアーティファクトだった。そして至宝ごとに七派に分かれた古代人たちは
さまざまな形で理想を追い求めた。その一つこそが輝く輪を中心に建造されたこの実験都市リベルアークだ。汎用端末ゴスペルを通じてあらゆる願いが輪にかなえられる人の手によって築かれた空の楽園。そこで人は一切の争いのない豊かな生活を享受できるはずだった。しかし人はゴスペルを通じて輝く輪がもたらす人工的な幸福に次第に魂を飲み込まれていった。物質的快楽はもちろん、輪が構築する夢、仮想現実に精神的な充足すら見出してしまったのだ。そして人は麻薬のように奇跡に依存することで破滅への道を歩き始めてしまった。倫理と向上心を失い精神的に失調してゆく市民たち。出生率、自殺率、異常犯罪は増加し、社会全体が緩慢な死に向かい始めた。しかし和は我関せず、求められるまま奇跡を与えてしまう。そうして空に築かれた楽園はうつろで醜悪な培養層と化していった。リベール王家の始祖たちが和を封印する計画を立てたのはそうした背景があってのことだ。和が妨害のために放った守護者に苦しめられながらも和を浮遊都市ごと異次元に封印した。それが1200年前に起こったこと。確かに王家の始祖たちはよくやったと言ってもいいだろう。しかし考えてもみたまえ、その代償として人は混沌の大地へと放り出され、一からやり直すことになったのだ。そして今も覇権をめぐって飽くなき闘争を繰り返している。果たしてそれは正しい選択だったのだろう。それはそして一方で、人はオーブメントという技術を手に入れ、再び豊かな生活を享受し始めている。だが今のままでは行き着く先は二つしかありえない。飽くことなく快楽を求め、自ら律することもかなわぬまま世界を巻き込み滅びてゆくか、もしくは古代人のように全てをシステムの管理に委ねることで家畜のような生を続けてゆくか。物質的な破滅か精神的な破滅か、どちらかしかありえないのだよ。それを防ぐためには人自身が進化するしか道はない。いかなる誘惑、逆境にも揺らぐことのない絶対の理性、感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性、その両者を兼ね備えた段階に人という種を導いてやること、まさにそれこそが福音計画の最終目的なのだ。なんて途方もない。そんな古代妄想郷を見るような目で見ないでくれたまえ。人は想像を絶する事物に直面したとき、恐れとともに変革を余儀なくされる生き物だ。その意味で輝く輪はまさに格好の存在と言えるだろう。私はこの大いなる至宝をもって人を正しい進化に導いてみせる。それこそが明主より授かった人としての使命なのだ。まさに人類が変革するためにこの輝く輪は必要だったんだ。ああ、尊き使命に燃える我らがワイスマン教授。でも結社には別の真の目的があったのさ。そして教授は、バカな、そんなバカな、私があんな者どもに負けるなど、こんな事態名所の予言にはなかった。
されたのは私も同じだったということか。戻ったら問いたださなくては。悪いけどそれは無理やね。ケビン・グラハム、いつの間にこんなところに。これでしまいにしようや。はっ、俺の本当の任務は輝くあの調査やない。最悪の破壊層ゲオルグ・ワイスマン、あんたの始末というわけ。なるほどな。だがたかが一発の棒眼で私を滅するなと。なんだ、体が塩になっていく。まさか。あんたも知ってるやろ、塩の杭。かつてノーザンブリア北部塩の海に変えた禁断の樹。私一人を始末するためにこんなものまで持ち出したのか。あんたは少々やりすぎた。いくら教会が中立でももはや見過ごすわけにはいかん。おとなしく滅びとき。おのれ犬が。犬か。ま、その通りなんやけどね。君は確か道化師やったな。悪いけど彼の方は手遅れやで。聞いているかもしれないけど、僕の役目は見届け役なんだ。計画の全プロセスを把握し、一辺の例外なく名手に報告する。教授の自滅も単なる結果であって防ぐべき事態じゃないんだ。なるほどな。見喰らうヘビ、まだまだ謎が多そうや。君たち騎士団だってそれは同じだと思うけどね。さてと、これで僕の役目も終了だ。落とし物も回収したし、そろそろ帰るとしようかな。何？それではごきげんよう。また次の機会に会えることを祈っているよ。落とし物ってまさか。まあいい、これ以上は俺の権限外だ。哀れ教授は塩になっちゃった。教会ってばあんな物騒なものまで持ち出して。おお、怖っ。どっちが本当に悪い人かみんな気づかないのかな。というわけで復員計画に関するお話はこれでおしまい。楽しんでもらえたかな。意外と時間かかっちゃった。おっと、そろそろ時間だ。僕は用事があるからこれで。静かだな。外では大騒ぎだっていうのに。ま、そうでなくっちゃ役目は果たせないんだけどね。アクセス、執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。蛇の人第三中、ゲオルグ・ワイスマンに代わり精神の前の立ち入りを申請する。あの方の声が聞こえる。我ら見喰らう蛇の頂点に立つお方、名手の声が。ご苦労、カンパネルラ。我が代理としての見届け役タイニーでありました。恐れ入ります。すでに復員計画の顛末はご存知かと思いますが、
最も重要な役目を果たさせていただきます。空の司法、確かに受け取りました。しかし支払われた代償はあまりに大きい。ワイスマン、そしてレオンハルト、いえ、それだけではなく計画にまつわる全ての犠牲も、全ての責はこの私にあります。この事態を私は半ば想定していたのです。それでも私は全ての決定を彼に委ねました。それが世界にとって必要と判断したがゆえに。ですから、全ての責は私にあるのです。全ての責はご自分にあるとおっしゃられた名手。そしてあの方は、次なる段階へと僕らを導いた。西方の鐘は鳴らされ、第一の盟約は解かれました。今この時をもってオルフェウス最終計画が一つ、復員計画の完了と、そして次なる段階、減塩計画の始動を宣言します。はっ。減塩計画、いよいよ始動というわけか。仕込みは十分、規模と完成度は復員計画の比じゃないはずだ。これは面白くなりそうだな。ところでさ、僕も人のことはとやかく言えないんだけど、覗き見、いや盗み聞きはそのくらいにしたら？